ちはブロッコリーです。この時が来たよ。この時が来てしまったよ。一体どうしてくれるんだ。僕はもうやりたくないよ。だけどやるしかないんだよ。だからやるよ。カバオ罰ゲーム決めまーす。前回カバオくんで笑ってはいけないやったんですけど、それで笑ってしまったので罰ゲーム決めます。ちょっと何個かじゃあ例のごとく罰ゲーム紹介していこっかな。罰ゲームは1ヶ月カバオがプリントされた服を着なければいけない。できればカバオ単体が好ましいが、アンパンとかの抱き合わせでもかで。この人も多分なかなか恨みありそうですね。あんまアンパンマンのことアンパン呼びしないよ。アンパンとかの抱き合わせでもかって。まあ、マシっちゃマシだよね、別に。罰ゲーム。一週間語尾にカバオをつけるか、一週間自己紹介した後にカバオマジで愛してるっていう。これもちょっと罰ゲーム的には面白いですよね。一週間語尾にカバオはおもろいですよね。ちょっとやりたい自分がいる。罰ゲーム。カバオを1000回かけるまで終われません、生配信。一生カバオの絵描くんですか？やばいって。罰ゲーム。ストローおじさん読みながらどんぶり3杯一番嫌かもしれん。きっしょ、カバオ関係ねえし。いや、いいんだけどさ。全然カバオ関係ない罰ゲームでもいいんですけど。うわ、なんか想像しただけで吐きそう。ストローおじさんっていうね、なんか検索してはいけない言葉があるんですよ。文章だけで人を気持ち悪くさせる、えげつないやつがあるんですよ。それ呼びながら、どんぶり3杯。無理ですぜ、えぐい。人間の考えることじゃない。いかれてる。こんな感じで罰ゲーム結構書いてあるんですけど。じゃあ今回もね、ランダムに数字を1個出したいと思います。せーの、はい!156。いきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10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 ,
なんなんそれ。1ヶ月語尾カバ、さっき何個か読んだ罰ゲームが1週間語尾がカバオで、で決まった罰ゲームが1ヶ月語尾カバ。しかもマジでこれ本当に偶然なんですけど、今日俺コメント上からじゃなくて下からコメント数えてたんですよね。でそれの156コメント目が知り合いの VTuber だった。キリンさんの紹介系 VTuber。 なんで俺キリンさんのせいで語尾1ヶ月間カバ。1ヶ月ってやばない？1ヶ月ってやばない？1ヶ月ってやばない？どうなるんだろうね。未知なる体験なので、まあやります。この動画が出てから1ヶ月間語尾カバになります。練習しとこう。こんにちは、ゾワッチです。カバ、お前それはキショイやんけ。カバ、お前それはキショイやん。カバ、それはキショイ。カバ、ありがとう。カバ、いただきます。カバ、ごちそうさま。カバ、いきそう。カバ、それでええん。カバ、諦めるな。カバ、諦めたらそこで試合終了。カバ、よくないカバ。まあまあ今みたいな感じのやつをこの動画出てから1ヶ月間やっていきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。カバ、さよなら。カバー。